欲望と嫉妬が入り乱れる女の園、大奥。ドラマでもよく題材になりますし、これはもはや共通認識とも言えますよね。でも男子禁制で将軍のハーレムとも言われる大奥は、そもそも何のために存在したのでしょうか。そして大奥に仕える女中たちはどんな暮らしをしていたのでしょうか。今回はそんな大奥の実情を紹介していきます。気になる大奥の夜についてや女中たちが起こしたスキャンダルもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。大奥とは、江戸幕府の成立とともに始まった大奥。決して将軍を癒すためではなく、一番の目的は確実に跡継ぎを産み育てることでした。将軍の正室が自然に男の子を授かることができれば何の問題もないんですが、やはり子供は授かり物です。女の子が続くこともあれば、残念ながら妊娠自体が難しいこともありますよね。さらに無事男の子を出産できても、当時は母子ともに死亡率が高く、すぐに亡くなることも珍しくありませんでした。そのため後継ぎを確実に確保する体制として大奥が作られたんです。江戸城の中でも大奥は周りを塀で囲まれた別棟で、なんと将軍ですら予備輪で合図して鍵を開けてもらう必要がありました。この厳重な警備は単にセキュリティのためだけではありません。というのも、男性が気軽に出入りできたら何かの間違いで正室や側室と関係を持ってしまう可能性もゼロではありませんよね。つまり後継ぎとなる子に将軍以外の男性の血が混ざらないようにするという何より重要な意義があったんです。これが大奥が男子禁制になった理由です。ただ厳密には完全な男子禁制ではなく、医師や警備担当の人など一部男性が立ち入ることもあったそうです。そうして女の園となった大奥では、多い時にはなんと約3000人もの女中が仕えていました。将軍はその中から好みの女性を選び、一夜を共にしたというわけです。将軍にとってはよりどりみどりで幸せでしょうが、女性側からすれば選ばれるかどうかで人生が大きく左右されます。ご想像通り、あちこちで嫉妬が飛び交い、陰湿ないじめが起こり、それに疲れて大奥を出ていく人もいたそうです。大奥の女中の役職。大奥では公式な求人があったわけではなく、コネや推薦で入るのがほとんどでした。正室が嫁ぐ時に世話役として入ったり、武士が娘の出世に期待して入れることもありました。うまく将軍に見初められれば、家族も玉の輿の恩恵に預かれますからね。他には裕福な町人や農民が花嫁修行として娘を奉公に出すケースもあったそうです。推薦後は上級の女中が読み書きや裁縫などの腕前をチェックし、長期間かけて身元も徹底的に調べられました。そして見事合格通知が届けば、大奥での名前と役職をもらい、晴れて就職という流れでした。大奥では仕事内容で階級がかなり細かく区別され、その数は20以上もありました。大きく分けると、将軍や御台所に謁見できるお目見え以上と、そうでないお目見え以下に分けられます。玉の輿を狙うなら、まずはお目見え以上を目指すのがセオリーでした。中でも重要な役職はお中臈とお年寄りです。お中臈は将軍や御台所付きの世話役で、実は将軍が夜の相手に選べるのもこの階級の女中だけでした。手当たり次第に好きな女性に手をつけたわけじゃないんですね。一方のお年寄りは大奥における実質的な権力者です。大奥は世継ぎを産み育てる場所ですから、それを取り仕切るお年寄りとなると幕府に対してかなりの影響力を持っていました。バリバリ働く女性管理職という感じですね。大奥での出世といえば、ざっくりこの2コースがあったため、必ずしも全員が将軍の寵愛を目指したわけではなかったんです。ちなみによく大奥に入ると一生出られないと言いますが、これは半分本当で半分間違っています。確かにお中臈やお年寄りを含む上級の女中は、大奥や幕府の秘密を漏らさないよう退職が許されませんでした。一生奉公というものですね。一方、階級の低い女中は一身上の都合で退職することも可能でした。退職後は大奥で働いたことがステータスになり、いい嫁ぎ先が見つかることも多かったそうです。花嫁修行として入る人がいるというのはこういうことだったんですね。大奥の仕事と年収。大奥での仕事といえば、
基本は将軍や御台所の身の回りのお世話です。着替えや食事、入浴はもちろん、なんとトイレまで女中が手伝ったそうです。他には将軍の執務を手伝ったり、御台所の遊び相手になることも立派な仕事でした。一方裏方では、掃除や水汲み、火の番、買い物、幕府の執務エリアとのパイプ役など、女中はそれぞれ自分の仕事に追われ忙しくしていました。そんな大奥女中の収入、気になりますよね。大奥の給料は現金のほか、米や薪、明かりを灯すための灯油など、現物支給も行われました。それらを現在の価値に換算すると、大奥の実質的なトップであるお年寄りで、なんと年収1000万円以上、さらに上の階級では2000万円を優に超えました。一番下の階級だと年収160万円程度とさすがに低くなりますが、生活が苦しいということはなかったようです。なんといっても衣食住は保障されていますし、外出できない分出費も少ないですからね。数千人が暮らす上、正室や側室、上級女中たちがおしゃれに贅を尽くしたことで、大奥の運営には莫大な費用がかかり、幕府の財政を圧迫しました。その額は年間およそ400億円。これは幕府の年間予算の8分の1にも上ったそうです。当時の庶民だと60万円あれば4人家族で1年は暮らせたというので、大奥はかなり贅沢だったことが想像できますよね。幕府としてもこれは悩みの種で、何度か経費削減が計画されましたが、将軍の妻子の生活費ともいえる大奥の費用の削減はなかなか思うように進まなかったようです。大奥の夜、将軍のハーレムともいえる大奥で、やはり気になるのは夜のお話ですよね。将軍は夕方に大奥へ訪れ、正室や側室、お中老の中からその日一夜を過ごしたい相手を選びます。憧れの将軍様と二人きり、夢のような時間を過ごせるかと思いきや、大奥はそんなに甘くありません。正室ですら完全な二人きりにはしてもらえなかったんです。というのも、大奥の一番の目的は後継ぎを作ることです。正室の場合でも、襖越しに二人の女中が寝ずの番できちんと行為が行われたかチェックしたんです。もっとひどかったのは、相手が側室やお中老の場合です。襖越しの二人に加え、将軍と相手の女性を両端から挟む形で、一人ずつ女中が添い寝して聞き耳を立てたんです。一応ついたてはあったものの、そのすぐ横に人がいるなんて恥ずかしくて集中できないですよね。これは正室の時と同様にチェックの意味もありますが、側室やお中老が将軍におねだりをしていないか監視するのも大きな役目でした。玉残しを狙うだけでなく、実家にいい計らいをしてほしいと囁く女中も多くいたからです。そんな窮屈な環境でも、将軍からの寵愛が羨ましいことに変わりはありません。選ばれた女中は激しい嫉妬の的になり、いじめを受けたり流産するよう工作されたりすることもありました。あまりの辛さに自害してしまう女中もいたそうです。寵愛を受けても辛いし、受けられなくてもプライドが傷つくし、やっぱり大奥では精神的にタフじゃないとやっていけなさそうですよね。大奥の厳しい掟、幕府や将軍の機密情報も入ってくる大奥には厳しい掟が定められていました。その名も大奥法度といい、2代将軍の徳川秀忠によって作られたものです。当初から男子禁制や不審者を入れないことが定められましたが、まだルールとしては比較的緩い方でした。その後何度か行われた改定で、大奥で知り得たことが絶対に漏れないよう細かいルールが追加されていきました。特に厳しかったのは身内とのやり取りです。大奥では基本的に外出が禁止されており、帰省が許されるのもお目見え以下の階級に限り、3年に一度だけでした。期間も長くて2週間程度だったので、大奥の女中たちはかなり心細い思いをしたはずです。また帰省の時に会ったり、普段手紙を送るのも身内に制限されました。友達など他の人とやり取りしたい場合はお年寄りの許可が必要だったんです。手紙すら好きに送れないなんて、ホームシックがひどくなりそうですね。大奥に入る際にはこの大奥法度を守り、悪事を働かないなどと約束する誓約書も求められました。だんだん華美になっていく大奥では不祥事も増えていたことから、女中たちの気を引き締めるべく大改革が行われたんです。でも実際のところは掟を守らない女中も結構いたそうです。
そりゃほぼ外出できない状況で、厳しい掟を作られても窮屈さだけが増して守る気になれないですよね。大奥のスキャンダル。そんな大奥の女中たちが起こしたスキャンダルは、まさに人間の欲が原因のものばかりです。中でも、ある側室付きのお年寄りが起こした江島生島事件は有名です。ある日、お寺に参拝するため外出した江島は、帰りに生島という役者の芝居を見に行きました。実は、この帰りにこっそり寄り道するのが女中たちの楽しみで、結構黙認もされていました。ただ、今回問題だったのは、楽しみすぎた江島が大奥の門限を破ってしまったことでした。加えて、江島と生島が男女の関係だとか、大奥にこっそり生島を入れたことがあるとか、噂が飛び交い大問題になったんです。結果、江島や生島が島流しになるだけでは収まらず、両者の関係者約1500人が処分を受けました。江島の義理のお兄さんに至っては、なんと死罪を命じられたんです。一回門限を破っただけで、かなり重い仕打ちですが、大奥の乱れを引き締める見せしめの意味合いもあったのかもしれません。また一部では、江島が仕えた側室と正室がライバル関係で、正室側の陣営がことを大きくしたのではないかとも言われています。もう一つご紹介するのは、延命院事件です。僧侶といえば、禁欲、女性との関係を持ってはいけない、そんなイメージですよね。それでも、中にはその掟を破る不死だらな僧侶もいました。その僧侶がいたのが延命院です。ある時、延命院にイケメンの僧侶がいるとの噂が大奥に伝わり、女中たちは何かと口実をつけて延命院を参拝するようになりました。これを怪しく思った幕府の役人が調査すると、なんと延命院の密室で僧侶と女中たちが関係を持っていたことが分かったんです。この事件で僧侶は処刑されましたが、大奥の女中たちは軽い処分で済んだそうです。僧侶とスキャンダルを起こすなんて驚きですが、その背徳感が余計に大奥の女中たちを狂わせたのかもしれませんね。スキャンダルや不祥事を抱えながらも、大奥は幕府がその幕を閉じるまで耐えることなく続きました。徳川家が15代にもわたり安定して江戸の世を治められたのは、大奥という影の立役者があってこそだったんですね。広大な江戸城の中には大奥という華麗な空間がありました。そこには御台所と呼ばれる徳川将軍の正室がいて、1000人を超える女中と暮らしていました。皆さんもドラマや映画でご覧になったことはありますよね。しかし御台所がどんな生活を送っていたのか、さすがに教科書では教えてくれませんし、メディアでも描かれることはありません。そこで御台所の一日と題し、そのルーティーンを覗いてみたいと思います。一日の始まりは御台所の起床から。まず歴代将軍の御台所といえば、これはもう高貴なお方ばかりです。皇室の王女だったり、あるいは関白家の側女だったり、将軍家の正室にふさわしい上流階級の女性が選ばれました。もちろん大奥の運営も御台所を中心に回っていきます。さて御台所の起床はおおむね午前7時頃、ただし目覚めていても起き上がることはできません。お付きの女中がお目覚めになってよろしゅうございますと声をかけられてから起床します。もちろん人間ですから眠れない夜もあったでしょう。しかし寝不足だからといって二度寝することはできません。あくまでも大奥のしきたりに従うことが重要でした。御台所が起き上がると、早速大奥で働く女中に起床が伝えられ、そこから大奥の一日が始まります。まず御台所がすることは歯磨きと洗顔です。おそらく起き抜けでぼーっとしているはずですが、御台所自身は何もすることがありません。お世話役のお中老が全てやってくれるため、体を預けるだけです。水で口をゆすいだ後、ふさようじというデンタル用品で歯を磨きます。これは爪楊枝を巨大化したもので、先端がトゥースピック、片方が舌を磨くブラシになっていました。次に洗顔です。当時は洗顔料などありませんから、袋の中に米ぬかを入れたものを使います。ちなみに米ぬかは肌の保湿、紫外線対策、老化防止の効果があり、現代でも自然由来の化粧水として用いられていますよね。時間をかけて撫でるように洗うため、マッサージ効果も期待できたでしょう。やはり肌の美しさを保つ努力は今も昔も変わりません。歯磨き、洗顔が終わると、次にお歯黒を塗っていきます。これは当時の公家や上級武家階級では当然の身だしなみでした。まず鉄くずを焼いて濃茶の中に入れ、これに不死の粉を加えた液を作ります。
そして丁寧に歯を染めていくのですが、とにかく臭くて渋いものでした。やっとのことで染め終えると、たまらず吐き出してしまうほどだったそうです。ただしお歯黒には大きな利点もありました。お歯黒の材料に含まれる成分には虫歯を予防する作用があり、仮に虫歯だったとしても進行を抑制する効果がありました。実際に虫歯が始まってから結婚し、お歯黒をつけ始めた女性の場合、そのまま亡くなるまで虫歯の進行が停止したという実証例もあるほどです。ちなみに歯科医療で用いられる薬剤は、このお歯黒をもとに開発されたといいます。そう考えると、お歯黒って素晴らしい発明だったんですね。御台所が食べる朝食とは？さて、きちんと身だしなみを整えた御台所ですが、すぐに朝食というわけにはいきません。その前にお風呂に入る必要がありました。しかも、その準備が相当大変だったそうです。現代のように沸かした風呂に入るのではなく、別の場所で沸かしたお湯を湯殿まで運ぶ必要がありました。もちろんお湯を沸かしたり湯殿まで運んだりするのはお末と呼ばれる侍女の役目です。急ぐとこぼして床を濡らしてしまいますし、ゆっくりしていてはお湯が冷めてしまいます。侍女からすれば重労働だったはずです。ちなみに入浴の際も御台所は座ったままで何もしません。お付きのお中老が丹念に体を洗ってくれるため楽ちんそのものでした。さてお風呂が終わるといよいよ朝食です。しかしそこへ至るまでの手間もかなり大変でした。料理人は朝早くから調理を始めますが、最も懸念されたのが毒殺と食中毒です。とにかく食材の品質はよく吟味し、きちんと熱を加えるよう衛生管理を心がけていました。また調理場を総括する組頭がいて、出来上がった料理は一口ずつ味見をし、毒が入っていないことを確認していました。御台所用の料理は毒味用も含めて10人分作られます。まず御膳所へ運ばれてくると、当番の中年寄りが毒味を行い、問題なければ膳に盛り付けます。そしてお腹いやお次を経て、ご休息の間の入り口まで運ばれます。最後にお中老が受け取ることで、ようやく御台所へ運ばれます。ちなみに、味見、毒味以外の膳は、おかわり用として準備され、余れば当番の女中たちで分け合って食べたそうです。とはいえ、料理が作られてから御台所が口にするまで2時間以上かかります。いつも冷めた料理しか食べないとはいえ、なんだかかわいそうな気がしますよね。ただし、熱を入れたもの、汁物などは、たとえ冷めても火鉢などで温め直したそうですから、それなりに食事を楽しめたのかもしれません。また朝食と前後しますが、お化粧も大事な身だしなみです。顔にお白いを塗りますが、やはり他人とは感覚が大きく異なるもの。こればかりは御台所が自分でするしかありません。次にお化粧が終わると着替えです。午前9時には大奥へ将軍がやってきますから、正装で出迎えることになります。余談ですが、御台所は1日に5回も着替えていました。将軍出迎えの際、そして食事の時間など様々なシチュエーションで着替えますが、同じ着物は二度と着なかったそうです。やがて将軍が大奥へ入ってくると、御台所は出迎えつつ挨拶を交わし、午前10時頃にはお年寄りやお中老ら、お目見え以上の女中が一斉に並びます。これを朝の総触れといって、今でいう朝礼のようなものでした。それが済むと、将軍と共に歴代将軍の位牌が収められている仏間へ向かい、礼拝した後に一通りの儀式が終わります。御台所のトイレ事情がすごかった。将軍は大奥から中奥へ移っていき、ようやく御台所にとっての自由時間となります。御台所といえど人間ですから、朝はさすがにあれを催してきます。つまりトイレの時間ですね。ただし、一人で用を足すことはできません。トイレの中にまでお付きの女中が入ってきたそうで、用を足すとお尻を拭いてもらったり、あるいは暑い時期には扇で仰いでもらえるなど、快適な時間を過ごしたようです。またトイレの時間は、御台所の健康状態を測る大事な機会となりました。なぜなら箱型便器の下には引き出しがついており、便がそこに落ちる仕組みになっていました。用を足した後、専門の医師が便を取り出して、色や硬さなどから健康状態をチェックしていたんです。そして毎日ではありませんが、医師による診察を受けることもあったようです。脈を測ったり、舌の状態や色で血行を判断したりと、万が一に備えた予防医療が行われました。ただし、専門の医師であっても、高貴な女性の肌に触れるわけにはいきません。その場合は、薄い布を取り出し、かぶせた上で脈を測ったそうです。一日で最も楽しみな時間とは？
さあ、お昼になりました。正午頃に昼食をとりますが、ここで御台所が食べるメニューについて紹介してみましょう。ある書物によれば、おおむね1から3000くらいの組み合わせで料理が構成されていました。まず一路前には、味噌汁などの汁物、そして置き合わせと呼ばれるおかずが並びます。例えば鯛の煮付けや干し魚の開きといった魚介類、あるいはくるみの寄せ炊きや寒天といったものが運ばれました。ついで2の前には、炒り豆腐や魚の焼き物、粕漬けや味噌漬けなどが並びます。この時、白いご飯も出されますが、おかわりは3杯までと決められていたそうです。また魚料理の場合、そばに使えるお年寄りがわざわざ箸でむしっては、御台所に差し出していたそうです。魚の骨が喉に刺さらないよう配慮していたのでしょう。昼食を食べ終えると、そこからは自由時間となります。ちょうど将軍も大奥へやってくる時間ですから、楽しい談笑のひとときを過ごしていたのかもしれません。またこの時間は、御台所が趣味を楽しむ時間でもありました。和歌を読んだり、甲合わせや貝合わせで遊んだり、庭を散歩したりしました。さて、御台所にとって何よりも楽しみだったのは、おやつの時間でした。女性の甘いもの好きは、今も昔も変わりません。午後2時頃になると、甘い落雁や、コンペイトといったお菓子が運ばれてきたそうです。ちなみに13代将軍徳川家定の趣味はお菓子作りでした。記録によれば家定は江戸城内の畑で採れたさつまいもやかぼちゃを煮詰めたお菓子を作ったり、あるいはまんじゅうやカステラを自分でこしらえたといいます。もちろん自分が食べるだけでなく、幕臣たちに振る舞ったり、御台所であった篤姫にも振る舞ったそうですから、きっと心優しい将軍だったのでしょう。ところで当時は午後2時のことを八つ時と呼んでいました。これがおやつの語源になったとされ、やつどき、おやつどき、おやつと変化していったのかもしれません。また御台所は、江戸で評判のお菓子があると聞くと、わざわざ取り寄せることもあったそうです。現在、全国で店を構える羊羹の虎屋は、将軍家、大奥御用達となって繁盛しました。14代将軍、徳川家茂の御台所、和宮も、虎屋の羊羹を痛く気に入っていたらしく、何度も注文していたそうです。御台所の夜の生活とは？さて、午後6時頃には夕食の時間がやってきます。膳の内容は昼とさほど変わりませんが、一つ違うのは器です。朝膳と中膳は基本的にお椀で料理が提供されますが、夜の膳だけは瀬戸物の器に料理が盛られました。これは季節にもよりますが、夜は気温が下がるため、保温性の高い陶器が用いられたのでしょう。ただし、将軍や御台所にとってタブーとされた料理がありました。それはズバリ、天ぷらでした。この理由に関しては、天ぷらを食べて亡くなった初代将軍、徳川家康が関係しているわけではありません。実は、徳川家定の頃、天ぷらを揚げている最中に、調理場から出火し、100人余りの女中が亡くなる痛ましい事件がありました。そうした理由から、天ぷらを作るのは禁止となったわけですね。やがて大奥の業務は終了し、午後9時には就寝となります。御台所は、おねおめしという、現代でいうパジャマを着用しますが、これが最後の着替えとなります。この場合も、おねおめしは二度と来ませんから、やはり女中たちに下げ渡されたそうです。さて、御台所が床に着く場合、大抵は一人きりでした。将軍と夜を共にすることもなくはありませんが、大抵は側室の元へ行ってしまうため、一人で寝るしかなかったようです。ただし、将軍が夜、御台所の元へ渡る場合は、それなりのしきたりがありました。たとえ将軍といえど、自由に奥泊まりすることはできません。その場合は、事前に申し送りすることがルールでした。そして指示を受けた小将、もしくはコナンドが、大奥への出入り口で鈴を鳴らし、表使いの女中を呼び出します。その際、将軍が御台所と夜を共にすることが、正式に伝えられました。これが側室ですと、寝床には遅い寝役という女中がついて、中の様子を観察するのですが、御台所の場合、そんな失礼なことはしません。しっかりプライベートが保たれていたようです。将軍と御台所の関係は、あくまで幕府と朝廷との政略によるもの、本当に愛し合っていたのかは疑問符が残るでしょう。とはいえ、徳川家定と篤姫のように仲が良かったケースもありますから、もしかすると二人の相性次第だったのかもしれませんね。御台所の一日をご紹介しましたが、長与花与とお姫様のような暮らしを送っている一方で、同時に不自由さも感じざるを得ません。周囲を見渡せば、同性ばかりですし、常に監視されているような状況です。
ゆっくり気を休めることができるのは寝ている間だけだったことでしょう。だからこそ好きな趣味に没頭したり、唯一の異性である将軍とのひとときが何より楽しみだったに違いありません。江戸時代の日本において天皇以外で最も偉い存在だったのが徳川将軍です。ただし大河ドラマや時代劇などではいつも御殿の上座に座っていて、諸大名たちのお世話になっているイメージしかありません。つまり生活実態がなかなか見えてこないんです。そこで今回は徳川将軍がどんな生活を送っていたのかにスポットを当て、寝起きから夜のお勤めに至るまでその一日ルーティーンをご紹介していきましょう。江戸城の一日は将軍の起床から。まず朝はとても早いです。6時頃に将軍が目覚めると、その様子を確認した小将がもうと大声で合図を送ります。これはもう将軍様がお目覚めですよという合図ですね。その声と同時に江戸城で働く人々は一斉に動き出し、それぞれの役目をこなしていくんです。ただし将軍とて人間ですから早く目覚めることもありました。あくまで布団から出る時間が6時と決まっているだけで、いくら早く起床しても寝ているふりをしなくてはいけませんでした。ところが寝坊だけはいけません。誰よりも規律を守り、人々のお手本となるのが将軍ですから、そんなルーズな姿は見せられませんでした。ましてやいつまで経っても起きないとなると、もしや将軍様の身に何かあったのではといった余計な混乱を生み出しかねません。将軍が普段通りの時間にきっちり起床することで、ようやく江戸城の一日が始まるのです。さて将軍のお世話をするのが小将の役目ですから、彼らはいそいそと将軍の身支度を整えます。洗顔とうがいが終わると次に歯磨きの時間です。当時歯ブラシはなく、房用紙という道具が使われていました。大型の爪楊枝のような形状をしていて、もちろん楊枝としても使えますし、先端が柔らかいことで歯磨きする際にも最適だったようです。洗顔、うがい、歯磨きが終わると次に将軍専用のトイレへ向かいます。そこは用を足す場所が一段高くなっていて、将軍が大きい方の便をすると下に置いてある容器へ落ちる仕組みになっていました。また引き出しを開けると便を取り出せるようになっており、御殿医という専門の医者が毎日のように色や硬さをチェックしつつ健康状態を確認していたそうです。冬場はトイレの中へ火鉢が入れられ、夏場になると小将たちが扇で仰いで暑さを和らげていたそうです。将軍の朝食は冷たくて質素だった。一日の活力の源となる朝食ですが、朝からたくさん食べるという方も多いのではないでしょうか。ところが徳川将軍は贅を尽くした膳を食べているかと思いきや、その内容は意外にも質素だったようです。まず朝食の時間は8時と決まっていますが、その準備がとにかく大変でした。江戸時代は平和の世とはいえ、将軍にもしものことがあれば一大事です。食中毒が起こらないよう食材の品質はよく吟味し、とにかく熱を加えることを心がけていたそうです。さらに最も懸念されたのが毒殺のリスクです。将軍の膳を調理する際、必要な分だけを作るわけではありません。調理場には50人以上の料理人がいて、食事のたびに10人前を作っていたそうです。なぜそんなに無駄なことをするのでしょうか。実はどの膳を将軍が食べるかを直前までわからなくすることで、毒を盛られるリスクを分散していたからです。さらに出来上がった膳の中から一つを選び出し、2人の毒味役が分け合って食べたといいます。もし30分ほど経過して異常がないようなら、とりあえず毒殺の可能性は低いと判断されました。ただし毒味が終わったわけではありません。次に中年寄りという次女が2回目の毒味を担当します。先ほどは毒味役の男性が2人で食べましたが、中年寄りには1人前を食べることが求められました。とはいえ女性ですから、食べるスピードが遅いのは仕方がありません。結局1時間ほどかけて食べ終わるのが普通でした。もちろん30分ほど待って異常がないかを確認し、ようやく膳は中奥へと運ばれます。ただし将軍はまだ食べられません。小将が最後の毒味をした上でようやく安全が確認されたといいます。膳を作ってから数時間は経過しており、将軍が口にする頃には乾燥してパサパサになっていました。もちろんすっかり冷め切ってしまい、味を楽しむどころではありません。ちなみに膳の内容ですが、まず1の膳にはご飯や汁物、酢の物や刺身、煮物などが並んだそうです。また2の膳には主に魚料理が載っていました。とりわけ江戸湾で獲れるキスは喜ばれたらしく、キスは魚編に喜ぶと書きますから、天下太平を願う縁起物だったことが伺えます。
もちろん将軍は朝食の時間も無駄にはできません。膳を食べながら御殿医に脈を取ってもらったり、胡椒に曲げや酒焼きの手入れをさせるなど、とにかく時短に努めていたようです。午前中はとにかく忙しかった。さて、朝食を終えると大奥へ向かい、御台所と朝の挨拶を交わしました。そして共に仏間へ入ると、そこには歴代将軍の位牌が並んでいます。先祖に感謝するのは将軍であろうと同じですから、今の平穏な世を感謝し、さらなる安泰を祈願していたことでしょう。そして午前10時頃には総触れが始まります。大奥にいるお年寄りやご中老らがお目見えした上で、将軍と御台所に朝の挨拶を行います。現代風に例えると朝礼のようなものでしょうか。総触れが終わると、ここからプライベートな時間が始まります。と言っても、将軍たるもの好き勝手なことをしていいわけではありません。あくまで自分を鍛錬する時間として有効活用していました。例えば学者を呼んで古典や朱子学の講義を受けたり、あるいは武術の鍛錬に没頭するなど、あくまで自分磨きのための時間です。将軍は武家の棟梁という立場ですから、学問が苦手、武芸が苦手ではお話になりません。ちなみに徳川歴代将軍は馬術を得意としていたらしく、特に八代将軍徳川吉宗は乗馬の名手として知られていたようです。さて、将軍が諸大名や旗本を謁見することも重要な仕事でした。といっても大抵の者は将軍と直接会話することすら許されず、奏者番が代わりに言葉をかけることになっていたようです。ただし謁見の件数が多すぎると午後へ持ち越されることも多く、昼食や公務の時間に食い込むこともあったそうです。将軍は遊んでばかりで楽な暮らしだったというのはあくまで俗説に過ぎません。実際には人一倍努力を重ね、立派な将軍になるべく研鑽を積んでいたんです。将軍の公務はどんな感じだった？江戸時代は一日三食が当たり前となっていました。もちろん将軍も朝昼晩と食事をとっていたのですが、公務が忙しかったり他にやるべきことがある場合は昼食を食べないこともありました。ちなみに朝食とは違い、昼と夜の膳にはおかずが多くついていて、羊羹などのデザートまで用意されていました。どちらかといえば朝は質素に、昼と夜にたくさん食べる感じでしょうか。ただしご飯の冷たさは相変わらずで、食材本来の風味を味わえたかどうかは謎ですね。さて、いよいよ午後からは公務の時間となります。政策の取り決めや訴訟などは老中などの幕閣たち、あるいは奉行たちが担当するため、将軍がすることは承認と決裁だけです。まず老中が案件を取り次ぎに読み上げさせ、将軍はその度に決裁していきます。決裁済みの案件には伺いの通りにせよという紙を挟んでおき、これがいわゆる決裁印の代わりとなっていました。しかし時には将軍の意に沿わないケースもあり、そうした際には案件を差し戻して再考を促したといいます。こうした単純な仕事が2時間から3時間ほど続きますが、案件が多い時には夕方までかかって決裁したそうです。公務が終わるとようやく将軍にとって真のプライベート時間が始まります。ひたすら学問や書画に没頭したり、あるいは御台所と楽しく過ごすなど、比較的自由に過ごしていました。ところで、将軍や御台所にとって楽しみだったことがあります。それはおやつの時間でした。午後4時頃になると、落書きや羊羹、コンペイトーといったお菓子が運ばれてきて、甘いものに舌鼓を打っていたそうです。ちなみに13代将軍徳川家定の趣味はお菓子作りだったとされ、自分で作っては幕臣たちに振る舞ったり、御台所の篤姫を喜ばせていたそうです。お盛んだった将軍の夜の生活。日が傾いてきて、そろそろ夕食の時間となります。とその前に将軍が向かうのがお風呂です。お風呂場は脱衣用の部屋と風呂桶がある部屋、そして洗い場の3つに分かれていました。もちろん着物は胡椒が脱がせてくれるので、将軍は何もしません。石鹸やシャンプーがない時代ですから、コナンの役が将軍の体をぬか袋で洗います。また蒸し風呂が一般的だった当時ですが、浴槽にお湯を張って入っていたそうです。さて、お風呂と夕食が済んだ後、将軍は就寝まで自由な時間を過ごします。そして午後10時頃に寝るのですが、通常は御休息の間という部屋で休みました。とはいえ、将軍にとって大事なことは世継ぎを産ませることです。そこでたくさんの側室の中からこれはと思う女性を選び、足しげく大奥へ渡ることになります。
ただし、思い立ってすぐに側室を選ぶわけにはいきません。大奥で泊まる場合、少なくとも前日には〇〇のところへ渡ると連絡しておく必要がありました。ただし、側室の元へ渡る日については、歴代将軍の命日や東照宮へ参拝する前日はダメだったそうです。片や将軍と夜を過ごす側室ですが、刃物といった危険物を持っていないかどうか、厳重な身体検査が行われたそうです。もし将軍が寝室で殺されたとなれば、大問題ですからね。そうした予防措置も、しきたりの一部としてマニュアル化されていました。さて、寝室へ入りますが、側室と二人だけで過ごすことはできません。ちょうど寝室は上段の間と下段の間に分かれており、将軍と側室は上段で寝るのですが、下段にはお年寄りという侍女が控えていました。もし将軍の身に何かあれば、すぐに知らせる役目を負っていたようです。さらに、遅い寝役という侍女が二人も控えていて、ついたて越しに聞き耳を立てていました。側室がよからぬことを将軍に吹き込まぬよう警戒していたのでしょう。そして翌朝になると、会話の内容やどんな行為に及んだのか、詳しく聴取されました。将軍は夜の楽しみですら、囚人監視のもとにさらされていたんですね。江戸時代は社会全般に道徳やモラルが浸透した時代でした。目上の者を敬い、弱きを助け、正しく生きようとする風潮が生まれたんです。もちろん将軍だって例外ではありません。人の上に立つ者として自分を律し、教養を収め、聖人君子を目指すことが求められました。となると、日々の暮らしは堅苦しい上に自由は制限され、とても窮屈なものだったことでしょう。なんだか将軍の気苦労が伝わってくるようですね。今回の内容は以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったら高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。